あ、抜けた。アーティストカット98まで上げてる。タピオカさんブラボ振りまくってんね。魂は99、全力中だよ。いえ、それ弾けるんだ、すげえ。ちょっとびっくりした。技の51かな、技の51。タピオカさんはなんか変わってるかな。センターバック TLD に見えませんか。やだやっちゃい。 TLD のやつに TLD には逆に真ん中じゃないんだ。一発でいった。高い石崎、これは石崎止めれんじゃん。デバフは、お、デバフブロックした。お、銀クリ、お、抜けた。まあ、でも弱まったから。お、デバフブロックした。これカルツるからね、マーガス盛りしてるんで。ランクマーでもひたすらシュネルフィンテからマーガスっていうのを永遠と繰り返す海外パーの人がいて、もうすげえ大変だった。確かその試合どうだったんだっけな、忘れちゃったな。引き分けか、引き分けだったような気がするね。この辺でひたすらシュネルフィンテ繰り返される。すぐギュッと。でここから基本起点があれなんです、正確無比のロングパスで、アーティストカット98まで上げてる。タピオカさんブラボ振りまくってんね。どうでしょう、うまい。あー、そこね。これはここでのシュネルフィンって見たいね。あータックドリブル、からのドリブル。こないだこのスパイラルターンに普通に魂の投手ディフェンス抜かれたのすげえショックだったんだけど。魂は99、全力中だよ。これも一緒。これは攻めづらい、死んでる、取れないっしょ。金でカルツは、テントさんいらっしゃい。カルツは99。こんにちは。お、どこまで上げた。アーティストパスは80、エッフェルは1のまま。芸術的なドリブル V3 が99ですね。あー、これは難しい。中盤の攻防がすごいね。さあゴールデンクリップ、密着パスカット。天童さん当たったの、ランクマ。ごめん、誰か分かんなかった。あの欧州の人かな、欧州だった人かな。
あ、そうだよね。え、欧州の人？欧州のやつ？欧州の人のやつ？日本派だった。タッピー振ってるね。あー、強かった人ね。なんだよとか思いながら。技レベめっちゃ天童さん上がってるもんね。うわ、はい。いった。どうでしょう。パス。オフサイでしょ。どうかな。なんで打たないんだろう。やっぱ抜けないんかね、今だとね。PL いても抜けないんかね。そこだけ気になるね。もう時間がどうだ。時間はないんだ。これで前半終わりかな。お、まだワンチャンあるね。ドリブル。でも日本人キラーだから、ダンディーブロックしかできない人ね。ドリブル80だからね、厳しいね。ここ？ここか。いえ、それ弾けるんだ、すげえ。ちょっとびっくりした。あ、これヒューが入ってきちゃうパターンじゃない？そうだよね。ならなきゃ。これ入っていく。あ、パスしちゃった。もったいない。入ってシュートすればよかったね。タピオカさんの技レベがちょっと異様になってますね。前半は 1-0。 やっぱ主要技はもうみんな99になってますね。うん、タッピーとかの場合はさ、もう決め打ちデッキだから、ガンガン振っていけばいいんだよね。お、変えた。スナップ変えちゃうんだね。ナポ変えて、シュナ、デバフが、でも 100% だよ。最近さ、これが結構厄介で、カイザータックルとかカイザーパスカット。今これの、あれだね、5% 上げたかったからね。あとマーガスか。あの、あー厳しい。99だからね。515カルワザパス390。これなんか 10% 上がるんだっけ。357。あ、フリーで打ったら効かないんだね。そっち行く。タッピーはね、やっぱり癖が暗いフォート起点を癖にしてるんで、今こっちにこうパスしちゃダメなのか。あー、ブリティッシュがいる。お、ブリティッシュ、ブリティッシュの前にオフサイドだった。ちょっとこうだったの。なんかパスの軌道がこうだと思ったんだけど、ね、こうなんで今ここを飛ばしたの。あ、橘くんいらっしゃい。おはよう橘くん。グループライン見てよ。
うん。これは勝負。あやややややすごい接戦。あ、それはワンチャン無理か。来る。これは取れないんじゃないか。99、99。違った。低い、ここは。これは低いのは厳しい。ただ99ブロックは99。さあここであくまでクライフォート。それがうわー、ソニックパス、ノーブルパスカット、99。お互いの封印、封印対封印。これは無理だね。あー、なんかね、変な癖があるんですよね、タイガーで。もうこれはこんな時はさすがに、これでもドリブルワンチャン、でもブロックだったら、でもワンチャンじゃないの、タイガードリブ強いからか。ワンチャンないんだ、超厄介。お、バグった。これはただアクロバット強いで、強いで抜く。おー、来た。高い。フリー 5% 乗ってます。もうバフがこの人異常なんだけど。8。あー、完璧乗り、完璧乗りかな。あー、止めてきた。多分翼だけじゃないんじゃないかな、キャラによると思う。あ、これは厳しいっすね。ナイスゲーム。ナイスゲームでしたね。